サッカーストローク星2つにランクダウンしての日は熟した。いよいよ始まる。人間界の決闘。なかなか安定しねえな。今度星3つ。とまず相手の出方を見ることさあ、ダイヤシ一つ。よく抜けた。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ、張り切っていってもらいたいね。さあ、壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。投げ。うん、いやー、食らうのか。さあ、このカウンターは読めていたか。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。このまま行くか。投げは抜けられず。オーケー。勝負あったね。見てる我々にも伝わるほどのいいリズム。これを止めるのは難しそうですね。目の覚めるような戦いだった。いやー、打ってくるか。どうなんだろう。ここからどう展開する。中足を見せて攻めのドライブラッシュ。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。さあ、ここからだ。さあ、画面端も入れ替えて。プレイヤー2、ゲージユリ、このチャンスを生かせるか。ゲージの運用をどうするか。プレイヤーの腕の見せ所。投げを使ってガードを崩す。いやー、それオーバードライバーズで火力を上げる。ダメージを投げが決まった。あっぱれ、やるではないか。キュートきっちり落として見事だ。何を狙っている。ドライブラス中断。しかしさせない。いやー、よくなる。どうにでもなる大学さ。逆転の青写真はどう描く。いやー、バケタイはなんで良いとどめだ。なんで今負けた。もはや気持ちの勝負だった。いやー、来てくるね。ノリノリ系。ルークってなんか攻めっ気強い人多いよね。まとまったダメージを取りに行った。投げかも。あっぱれ、やるではないか。ここ一のパリー。流水客で飲んでくると。差し合いの距離。あー、まあ上は出るか。やるではないか。苦しいところ、わずかなゲージを掴んでいく。あ、上出る。この飛びを見えている。いいぞ、この調子だ。しのいだ。流水拳、気を抜くでないぞ。ドライバスで勝負をかける。いやー、いてー。ラッシュに行く。あっぱれ、やるではないか。いやー、よくやった。これが見たかった。これ負けちゃいかんな。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。素晴らしい戦いであった。見事だ。これはうまくヒットせず。序盤の主導権はこちらが握るか。頑張っていってもらいたいよね。プレイヤーはここでドライブゲージを使い切ってしまった。ここをやり過ごせるか。プレイヤーはバーンアウト状態となっている。いやー、もう最悪。ここからが大事だな。上は遠さず。どうだろう。地上技で差し合う。リーチの差を生かすか、これを手玉に取るか。何回危ないな、これは。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか、阻止するか。飛びは通さない。リーチを使ったコンボルート。これ入んない。画面の状況を作った。さあ、もっとやり合うの。ここでハーアウト。まだ危ねえ。あれ意外と難しいんだよな。今の劇形いかがでしたか。人というのはこういう手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。駆け引きが分かってきたところかな。序盤の攻防でどちらが仕掛けるか。気持ちでぶつかっていってほしいな。投げて。いざ、その調子だ。さあ、カーブ、ここでダウンアウト。まだ諦めるな。壁に追い詰めたチャンスになる。どうした、いけるだろう。ランドブラスト、攻めのドライブラッシュ。繋いできた。ゲージをまず使っていく。
見事だ。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。いやすごいな。あとはここでスタン壁に押し付けられた。ここまで。いやー反応できるか、さすがに。どっちが勝つのか。え、プレイヤーは前回した体重をドライブラッシュで勝負バードフィニッシュ。見事。なんか暴発したな。なかなかに白熱した試合でしたね。そっか、モダンだから反応できるよな。赤の試合を楽しみにしているぞ。給水客を選択、余裕をチャージ。いやー、いい感じな。おお、そうきたか。どうだろう、ここはどう出るか。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが。いいね、大技だ。さあ、試合の終盤、お互い体力はほぼ同じ。異常技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。ジャンプ攻撃を引っ掛ける。ラスト、上からの攻撃はガードでしのぐ。中足で、あ、耐えてる。あ、ラッキーすぎる。焦らずゲージ状況を見て。一歩も引けないね、これは。あぶねー。やるではないか。非常に緊張感の伝わる試合でしたね。同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかるとこういう状態になるのだ。お願い通用しねえか。プレイヤー2、前回のラウンドではドライブゲージを常に確保したまま勝利していた。ドライブゲージをいかに減らさずに立ち回るかが今後重要になってきそうだ。そういうことか。追い詰めたこの距離を、めっちゃゲージ使うやん。プレイヤー1、バーン、攻めのドライブラッシュ。いやー投げる、素晴らしい投げだ。チーズとしたマーゼ、先に仕掛けるのはどちらか。今逆転を見ているか。この飛び合い、ガードが投げる。もっともっと争うかよ。オッケー、こいつはまずい。いっぱ、オッケー、オッケー。なんだと、ふぅ、倒し切り、見えている。いやー良いとどめだ。とりあえずこれでも戻ったか。両者かなり動けていた試合、どう見ましたか。2人ともご苦労であった。またの試合を。いやー、やっぱモダンの反応はきちいな。さあ、このマッチアップどうなるか、展開に注目していきたい。人間界の決闘というものを見せてもらおう。ここでダイヤ払い。おお、ガードしろよ。何やってんの。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。ここからが大事だな。どうだろう。なんとかして触りに行きたいが、まあ移動が絶妙。さあどうだ。いや、なんでガードしねえの。もうちょっと、どうかで状況に変化をつけるか。いや違う。じゃあ、ばっかり出してんだよ。なんで2勝なってんだよ、もう。やや一方的になったラウンド、どうでしたでしょうか。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。波動拳、波動拳。今、体を使って展開を作っていく。序盤の主導権はどちらが握るか。いやー、このラウンドはどうなるんだろう。もっと我が輩を楽しませるのだ。危険な距離での殴り合いが続く。さあどうだ。ここは飛び道具で牽制。トリドーフはリスクは高いが、壊れなければ最強の地上技となる。バーンとしている。ここまでなのか。いい感じだ。タイヤ2、ここでの押し引きが実験。危ねえ。良い決着だった。バーン飛ばしたんだ。まあでもタイムだったらいい。両者勝ち筋は見えているか。最後まで諦めるな。中足が刺さる。頭上がガラキー。流水客で飲んでいくルートは無演習できた。下をガードアップさせて始まるぞ。まだ壁からは解放しない。地獄は続く。どうした。危ねえ。
あら、一戦だけ。